大野谷梅署明治42年8月7日は、幕末から明治時代を生きた尼。元は、下関浦町の芸儀で源氏名は、この糸。通称は、大宇野といい、高杉新作の愛称として知られる。宇野の出自や新作との出会いの経緯は不明だが、慶応元年4月、新作の四国亡命に同行者として、野の名が見られる。おっとりとして従順な性質だったといい。 以降、愛人として新作と行動を共にする。病床にあった、高杉の晩年、下関新地で、野村望む東にと共に、高杉の看病をして三人で住んでいた。追うのは、持東にを母のようにしたい、にの指示に従って、高杉を看病した。持東にが風邪をひいて寝込んだ時には三階に、持東にが、一階に、高杉が寝て、 二人が寝込んだまま、歌と詩のやりとりをするので、追うのが、足が疲れるほど階段を上ったり降りたりしたという。新作の死後、啓発して、埋め所をと号する。追うのは友人に、ある日婚礼があるからと言って、無理やり、荷物と共に馬に乗せられて、吉田に連れて来られたと語ったと言い、伊藤博文と、井上香が、高杉の名誉のため、追うのが身持ちを崩さないよう無理やり髪を切って、 墓守にさせたという説もある。維新後、戸籍が必要となった宇野を、入江和作が養女とした。明治2年、山形有友は、陽光に際して、吉田村の住居で新作の墓所、清水さんの麓にある群れ岩を埋め所に送る。新作のもう一つの姓である、国を継ぎ、谷埋め所となる。新作の母提を弔い、墓守として暮らした。明治8年8月、 梅どころは上京して、井上薫を訪ね、なかなか生活が立ち行かないことを相談した。井上は、木戸孝義、山田明義、山形有友、川瀬正隆、獅子ドラ長州の同志に募り、月々の手当を受け取れるように取り計らった。明治14年、高山寺に、永平寺館長、小賀の玉木景が訪れた際、正式に特度を受ける。明治十七年に、 山形ありとも、井上香る、伊藤博文、山田明義の首相により、1550円の募金を集めて、投稿案が混流され、梅所に送られた。半野心業しか知らなかったが、村人に、三味性や踊りを教えたという、明治42年、脳一血で67歳で死去。新作とのことを語ることは、 ほとんどなかったが、新作の検証費が立てられることを非常に楽しみにしており、死の数日前、一緒に立てられる福田キャンダイラの石踏みが先に着いたため、梅所は旦那のが来ない、旦那のが来ないと毎日言っていたという。明治44年、井上るの本葬で谷家を再興。以降、東稿案の暗種が谷勢を継いだ。梅所本人は没後、 新作の墓所のそばに葬られるつもりはなく、生前、吉田郊外の上官寺に墓碑を作っていた。しかし七回忌にあたり、村人が憐れんで梅所の墓を新作の墓の側に移したという。梅所が上京した際には、高杉家に宿泊しており、親戚として、新作の生在、政子が守る高杉家と、梅所の谷屋との交流は、東高安三代目、 谷玉泉まで続いた。ありがとうございます。